はい、じゃあ行きましょう。毎日学習会の林です。よろしくお願いします。今日は上智大学の公募推薦の過去問の解き方、過去問自体は大学から手に入ると思うんですけど、いわゆるその回答例とかやっぱりあった方が小論文で便利じゃないですか。だからそういうものをどういうふうにちょっと手に入れるかっていうところをお話しできればなと思います。よろしくお願いします。で、上智の公募とか、その他の回答例の手に入れ方っていうのは本当に難しくて、まず赤本に書いてないんですよね、答えは。例えば慶応の文学部の実施応募とかだと赤本に答え書いてるんですけど、赤本に答え書いてないわけですよ、その上智の公募のやつだと。で、毎日学習会でもその上智の過去問集とか出してるんですけど、もうだいぶ古いので、今年また新しく作って出そうと思ってます。で、こうやって YouTube で配信しながらね、やっていこうと思うんですけれども、そこをちょっとまずやっていかなきゃいけない。私たちから作るしかないということですね。他のところで公開しているところがないので、ちょっと自分たちでまず作っていこうっていうのがまず一つです。なので、ちょっとそこの部分っていうのと、あとはその小論文の書き方っていうところですね。それはやっぱりこう結局なんて言うんでしょう、早慶上智とかの推薦とかでよくありがちなのが、その早慶上智の推薦とかは、これ一般でもそうなんだけど、小論文出てきた時に、いわゆるこう一般的な小論文の書き方本とか、一般的なこう小論文の攻略本みたいなやつやっててもあまり効果がないっていうか、難易度が全然違うんですよね。で、あるがゆえにこう書き方とかも全然違ってくるし、そこのところをどうするかっていうところが、やっぱりこうすごく悩ましいところとしてあるんですよ。で、そういうものをやっぱり考えていかなきゃいけないっていうところがすごくこう、見ていかなきゃいけないところとしてあるので、そこの部分をね、どういうふうな形でやるかっていうのはちょっと考えていかなきゃいけないですね。そこがこうできるかどうかっていうところがすごく大事な部分だと思いますんで、ちょっとそういう部分に関しては改めてちょっとやってみていただければなというふうに思うところではあります。本当にそれが一番重要なところだと思いますので、改めてですね、そういったところはやってみていただければなというところです。あとは書き方もさ、ちょっと面接の答え方とかさ、あと、いわゆる事前提出レポートの書き方とか、全てがいわゆるその一般的な大学とやっぱ違うんですよね。難易度が高いので、その難易度に合わせた対策をしなきゃいけないんだけれども、一方でやっぱり早慶上智ってのはマーケットとしてはちっちゃいから、その早慶上智だけではやっぱ本として成立しにくいんですよ。私も早慶上智 の、そのいわゆる一般とか推薦とかに関する本っていくつか書いてますけど、それは自分たちの出版社で書いてるものもあるし、いわゆるそういう受験関係の有名どころの出版社が出してるものもあるんだけれども、やっぱりそういうの見た時にこう全体的にやっぱりこういろいろとね、やっぱりこう見えてくるものがちょっと違うなっていうところはあったりはしたので、いわゆる一般的な栄養対策の本とね、やっぱりそういうのはあんま当てにせずに、とにかくこうその早慶上智に行くためのものっていうことで、しっかり考えていくっていうのが、これが考え方として非常に大事だと思います。